Hello everybody, welcome back to another episode of Honkai Star Rail. In the last part, we helped out with Servo's workshop before heading off to the hotel, our fancy schmancy five-star hotel where we had a nice sleep. But, we woke up to some very unpleasant people. Turns out that we were framed for some rebellion or something by the Supreme Guardian, so we made a run for it into the sealed off area where the Fragmentum was taking hold. We took on Brania, the commander of the guards, and with Sample's help, we wound up in this underground, dark, depressing city, which, no sky. No sky, I feel like I'm in Midgar! Alright, so we gotta find our friends. March is doing something with Hook and the others, so what's going on up here? Kakurembo ni kattara, onechan ni himitsu o ichibu shiji o oshiete ne. Ichibu shiju? O, douyu imi? Zenbu, hajime kara owari made, damashitari shinai de hanasu tte imi da yo. Atashi wa jousoubu no ningen to chigatte, uso wo tsukanai kara ne. 嘘をつかないからね。よし決まり。じゃあ始めよ。あれ？あんたいつから来てたの？ Not that long, big sister. 子供たちの真似をしないで。実はうちが目を覚ましたら、お医者さんから炭鉱があの散歩っていう悪者に連れてかれたって聞いて探しに来たんだけど。ちょうどこの子たちに居場所を知ってるって言われて、知りたいならモグラ島に入れとか。だからモグラ島に入るためにゲームに勝って実力を証明しなくちゃいけなくて。これでわかる？ I get it, new teammate. I get it, you're being bullied by children. ムカつくけど言い返せない。どうせだからあんたも手伝って。ちょっといつまでこっそり話してるんだよ。モグラ島の時間は貴重だって言うのに。貴重だって言うのに。はいはい、行きます。この人もモグラ島に加入したいのですが、一緒に遊んでもいいでしょうか、ドスクロのフック様。うんうん、いいよ。いけないこともないし。じゃあ鬼をやって。親分、こいつら頭悪そうだし先に練習しませんか。うん、ジュリアンの言う通りだ。じゃあ先に練習する。私が隠れるからお前ら二人で探して。子供に舐められた。この覚悟してなさい。ルールは簡単。隠れている子供を見かけたら捕まえればいいの。Easy, just follow the marker. Found you! ほら、捕まえた! I didn't cheat at all! ふん、練習だからね、練習。本番になったら絶対容赦しないから。上等。じゃあ始めるよ。50まで数えてから目を開けて。ズルをしちゃダメ。47 48 49 50。もういいかな。お姉ちゃんが悪い子を捕まえに行くよ。モグラ島の連勝記録を見破らせない。見せつけてやる、地下最強のかくれんぼチームの力を。 OK, well.You do you, man. You do you. I already found one of you. Yeah, you suck at hiding! Okay, let's hear it. Show me the rule book! 何してるの？捕まえたらそれで終わりだよ。本当に質問に答える気？ああ、引っかかったと思ったのに。Trying to be cunning on me, huh?And you didn't even hide! I saw you didn't, he didn't even go very far. The great. なんか違うと思うんだよね。
そこのあいつずっとうちらを睨んでない？フクちゃんたちと遊んでる最中だけど確認しておこう。 Okay, sure. Hey man. うちの勘が教えてる。この人絶対おかしいって。でも He looks taller and older. Ten, no doubt. 嘘つけ！こんなに年を取った8歳なんてどこにいる？もういいでしょ。声でバレてるよ。Nice try, Julian. しゃー！話しかけたのがダメだったか。百面相のジュリアンとも呼ばれる僕が。親分に申し訳ない。Why did you answer me?あんたの変装ってほぼマジックだったよ。I mean, you didn't have to answer me. You could have just kept quiet. What the fuck? You gave yourself away, buddy. Don't blame me for your shit. My hook. I'm gonna take your oar. 逃げないで！捕まえたよ、フックちゃん！くそー！モグラ島の親分の私が悪党どもに捕まるなんて！殴るなり懲らしめるなり勝手にしろ。急に一人芝居を始めちゃったよ。 So the greatest hider is in all of the underground, huh? ごめんなさい、フックの親分。僕、負けちゃった。くそー！ジュリアンの変装を見破るなんてどこの誰なんだ。ひじ長目、短大新章の人といえばうちのことだよ。 doesn't sound like something you'd say. 熟語ぐらい当たり前でしょ。どう、ドスクロのフック様、もう秘密を教えてもらえる？モグラ島の親分たるもの、言ったことは必ずやる。黒い髪のお兄ちゃんと青い髪のおじちゃんはファイトクラブに行ったよ。ファイトクラブ？ I thought the first rule was ファイトクラブの話に触れないこと。何の内緒話？あ、ドスクロのフック様、ファイトクラブまで案内してもらってもいいかな？あんなに目立つ建物もわからないのか？大人って頼りないな。私についてきて、案内するよ。サンキュー、フック様。適当に呼ぶな。ちゃんとドスクロのフック様って呼んで。ん？ファイト、チカはこんな乱暴なイベントが好きなんだ。うん、面白いよ。フックちゃんも参加したことあるの？そのクラブヤバすぎでしょ。みんなあそこで遊ぶけど。ダメだ、うちの正義感がサイレンを鳴らそうとする。着いた、ここだよ。ここ、私はボクシングに行くから、中には自分で行って。ここって一体誰の縄張り？子供の出入りまで許可するなんて。ここはモグラ島の縄張り。でも子供向けで、大人たちは遅延が管理してる。It's the most controlled this whole area. How much do you know about wildfire? つまり、大人バージョンのモグラと？あそこで試合相手を探してるみたい。お前たちも参加したいなら、私のとこまで来て。 All right, sure. おい、そこの。兄弟&姉妹たち、次の試合は本日の最大イベントだ。これまでにない刺激、驚きに満ちた対決。渋い顔と抜群の実力を持ったスーパールーキー、その名は冷徹な総龍。青髪のイケメンからの推薦だ。そして彼の相手は感情のない可燃爆発物のロボット正体、スバラオグさんに参加を。他にロボット正体との戦いを希望するやつがいなかったから、このバトルは冷徹な総龍が一人で応戦することになったぜ。
彼本人はどうでもいいなんて豪語しているが、では第1758回剣王大会準決勝始め。早く助けに行かなきゃ。おや、これは想定外の事態が発生したぞ。2名の観客がリングに乱入。冷徹な昇竜とチームを組みたいのか。やっと起きたのか。うん、起きてすぐにタンクを探してたんだ。ほら、あんたが危ない時に駆けつけたでしょ。お礼なんていらないからね。彼らの熱意が伝わってきたぜ。このスポーツへのまばゆい情熱だ。しかし改めて注意させてもらうが、ファイトはプロ向けで非常に危険だ。だが蒼龍選手は試合を続けてもいいと合図をくれたぜ。もう待ちきれないようだ。いいぞ。彼らの拳とロボットの鉄の皮、どっちが硬いか、いざ勝負。お前らが来なくても一人で解決できる。うん、ほんと口下手なんだから。Hold the line! I just want to go home! That's enough for this! ついてないね! Alright. 何見てるの? I just want to go home! I just want to go home! 即戦即決で行こう。私が誰だか知ってる。こんな大きなダイヤモンド、あげるね。勝者は冷徹な蒼龍、そして飛び入り参加した2名の観客。観客、うちらにもかっこいいあだ名をつけてよ。Gold Dragon Young, younger and the youngest. Cool and Gold Dragon, Cold Dragon Young. 諦めた。確かにセンス悪すぎ。Trying to get away. Look at him go. Trying to weed his way out of here. Guys. What's that? Fight Club in the world has two ambiances, noisy and noisier. In such a boisterous venue, you notice someone conspicuously out of place. You know from past observations that there would be no such one such person in every such occasion, but this one seemed different somehow. The coin envelope sits unremarkably on a wooden crate that is being used as a side table, yet exudes a unique quality of its own. Silence, elegance, independence, even a hint of darkness. You see invitation written in big, crooked letters. Nice to have unable to pry your eyes from it. It's mine now! Mine! Another envelope from my package. My package? My collection. Where the fuck did I get package from?Oh, this guy around here that I can scrounge up and take. まだ遠くには行ってないはず。周囲を探してみよう。He's hiding from me. あ、どうも。あなたたちだったんですね。尾行されてる気がしたので追いはぎかと思って足を早めたのですが、知っていたら大歓迎でしたよ。デタラメ言わないで。不安だったから逃げただけでしょ。僕が？あそんなバカな。我が人生に恥じることなどありません。まさか知らないうちに何か失礼な行為でもしましたか。This guy's so dramatic. You threw us the Silverman guards. いやいや、逆に、もし僕が逃げていなかったら、ジェパードに仲間と思われ逮捕されて、今は牢屋の中でしょう。僕はずっと影からあなたたちを見守ってたんですよ。シルバーメインの監視から人を救うのは大変なんですから。ここに連れてきたのは。
どうしようもなかったからです。地上は危険すぎますから。僕たちは全員お尋ね者なんですよ。地下はどこも劣っていますが、その代わりシルバーメインは追ってこない。絶対に安全だとも言えるでしょう。だとしても気絶させる必要はないだろう。あの時は危険な状況だったので、持っていたものを投げてしまいました。何かを隠すためじゃないのか。俺たちのような人間に知らせたくない秘密とか。タンコ、秘密って？詳しい内容は知らないが、きっと何かを隠しているのは間違いない。いいでしょう。無料で手をお貸しいたしますので、言いふらさないでくださいね。誠意を持って皆さんを遅延のところまで案内します。地下のすべては彼らに聞くのが一番早いですから。 Why should we get to know the wildfire? ニーズがあるからでしょうか。こちらのお兄さんから聞きました。性格とやらを探してるとか。聞くだけで凄そうですが、遅延ならきっと手がかりを持ってるはずです。ファイトクラブで優勝すれば手がかりを入手できると言っただろう。あ、そうですよ。優勝すると名を広められる。名を広めれば遅延に会える。この流れで問題ありません。Why would Wildfire want to help us? もちろんただではありません。しかし理由がないなら探せばいい。皆さんの腕前ならチップはいくらでもありますよ。正直に言ってこの世界で生きる術を一言でまとめると、ニーズを探すことです。ニーズが分かれば方法を考え出せる。十数年も封鎖された地下で座して死を待ちたくない者がいるのも当然でしょ。Alright, so what kind of organization are they? 僕が言うなら、バカ、一本木、クソ真面目です。でも、僕の考えは重要じゃありません。地下の秩序を保つために、自発的に組織された行動派です。シルバーメインが離れてから、地下の秩序は遅延が維持しています。でも、舐めないでくださいね。達人は野にあり、という言葉を聞いたことはありますか？遅延にはすごい人が集まっているんです。見ればわかるはずですよ。Alright, so, with all that, just ご安心を。この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。で、その遅延という組織の仕事は？何でもやってます。秩序を維持し、資源を集めて物資を配るとか。物資といえば僕のビビ。あれ、ジョシュアがここにいないなんて。あの光る鉱石は？ああ、あれは地髄。エネルギーを提供できる鉱石です。地上と地下が封鎖された今、地髄の輸送ルートのみが動いています。地下が鉱石を送れば地上が物資を下ろしてくれるんです。下層部の住民の大半は鉱夫で、地髄を採掘して生計を立てています。地髄がなくなるとこの世界の人間は凍え死ぬでしょう。ここにはいないみたいです。さあ、行きますよ。 Alright, man. More mailboxes? Must miss this one. They're not disturbed, but you get the sense that the most sociable person would be in some personal space, let alone a mailbox. Oh, I can't take it? Lame. 大丈夫だ。心配するな。オレグもいないようですね。皆さんどこに行ったんでしょう。まさかまたうちらを騙そうとしてるんじゃないよね。
そんな、まさか。安心してくださいって、すぐに見つかります。あそこの大きい建物は何？あれは炉心ですよ。上下をつなぐ柱でもあります。昔はあの柱を通して上下を行ったり来たりしていました。それで、それで長い話になります。とにかく今の上層部と下層部は連絡を絶っている状態です。お前以外はな。お兄さん、その話はもうやめるって約束したじゃないですか。All right. Pack up there. Usually, at this time, the guard is watching the Zeres. But what are the people of the Disobedient doing? I'm going to ask them. Dibronia. Oh boy. That Bronya. どうやら揉めてるみたい。皆さん、じっと見てるだけのつもりですか？このことが明るみになったら困るのですが。そう言われると困るところを見てみたいかも。注目されるのは困るが、あの娘を放っておくわけにもいかない。We can't stand here. Don Hang's probably, we can't ignore this. Seventh is right. Does anyone have popcorn? Huh. 勢いで言っただけだから、そう気にしないで。正直言うと、うちも炭鉱に賛成かな。ある意味、あの女の子ももううちらと無関係じゃないし。よくぞ言ってくれました。分かってますね、お嬢さん。助けに行こう。調子に乗りやがって、こっちも手加減しないぞ。よくも暴れてくれたわね。手合わせしようじゃない。やべ、つらかるぞ。ヘタレどもが。ゼーレさん、いいところに来てくれました。感謝してもしきれません。あの流浪者たち、遅延の縄張りで暴れるなんて。黙りなさい、散歩。スバローグの脅威はゆっくりと解決すればいいわ。今は遅延のことの方が優先よ。うん。下層部に降りてきたシルバーメインがいると聞いたけど、あんたね。あなたたち、私をここに連れてきて何を企んでるの？何を企んでるの？だって、自分がまだ上のお嬢様だとでも思ってるのかしら。地上での暮らしは心地いいでしょ。地下がどんな風になったのか知ってる？地下の人間がどうなったのか考えたことはある？シルバーメインだって心地よく地上で暮らしてるわけじゃない。ずっと敵と戦ってモンスターからベロブログを守っている。地上と地下のみんなを守っている。うまいことを言うのね。地下の何を守ったの？シルバーメインを引き上げさせ通路を封鎖したのは、どうせ喧騒者を守るためだけでしょ。守護者様にはご自身のお考えが。とにかくついてきてもらうわ。ボスがあんたたちに会いたがってる。聞きたいことがあるらしいの。奇遇ですね、ゼーレさん。僕たちもちょうどボスに会いたくて。どこしてもよろしいでしょうか？誰があんたなんかと。こいつらは？ I'm Oleg's guest。 名前だけ教えてどうすんのよ。ここの方々はボスの役に立つ人材で、ちょうどこれから連れて行こうと。ここに来たのは
性格というものを探すためだよ。あれが厄災をもたらした元凶で、探し出せばきっと。お姉さん、それは誰にでも言っていいことじゃありません。ゼーレさんは何も知らないから、ボスに聞きましょう。確かに知らないわね。それにあんたたちの伝言を受けるつもりもない。遅延が大校区のあたりで厄介ごとに遭遇したの。ボスは今その件を処理してる。本当に会いたいなら校区の入り口で私を探すといいわ。じゃあね。Daily training. I finally got that unlocked. So now I can do daily missions.Not do daily missions. I can do assignments now, which I'm gonna do. Shove those guys in there. Since I need the materials. Oh shit, that's right. The higher level you get, the more assignments you can take. But I need materials more than anything right now, so that's fine.We got daily missions too, which is all the way back in Herd of Space Station, which I'm not gonna do. I'll do that later. Level up Lycone. I'll do all these later. I already figured out the assignments. I'm good.Achievements! I can pull! I can do a pull! I can now do this now. I can now do the simulated universe, which... The simulated universe is its own little thing. I'm not gonna show off any of it, really. So...It's a good way to get materials and passes and all that kind of stuff. God, I'm being flooded with messages. Who is this? Who's Lei? Well, sorry, but whoever's reading this, please tell Lei when you meet her at that rock you'll be waiting for at the space station. So who's Lei? God damn it.Rack up conch. It's not scared to imagine that there are people better than you. Oh shit. What's scared is that they even work harder for than you. I couldn't read the thing. Okay. This is the kind of reminder of here to be sailor to anonymous messages sent from unknown sources to the next edition. I knew it was a scam. How do I unsubscribe? We got Herda.I don't want to. You gotta beg me to come test. I beg you, come test. Boy. Got Nameless Honor, which is basically this game's version of Season Pass, basically. It's pretty much what it is.I can't even do any of those because I'm not gonna, I can't even do the Ethereum Wars because that's way, way, way at the end. But it's available for over a whole month, so I should be able to get to. I should definitely be able to get caught up in a month. Price is kind of cool if you want to spend the money. It's $20 though. You get some decent stuff though out of it, and plus you get the your own pick of of your own little card. Alright. We got the synthesis available now. Synthesize!You could also make materials too. I'm good.
I think for now I finally have all of our menus available to us now, so thank God. Thank God for that. Oh, I can pull. I can do a pull! Alright, so... let's see who I don't get. Let's see who I don't get. No ripple, so... No 5-star. I got another one of those. Wonderful. Joy, oh joy. It's not a character I want, fortunately. Good. One pull down, 290 more to go. Fuck. Oh boy. Alright. Who's using that? I don't remember who's using that one now. I swapped light cones around, so I'm not quite sure who's using that now. Oh, there you are. Oh, that's not what I want. That's not what I want either. Impose that. Alright, so... What is the Wi-Fi doing in the mines? To be fair, to be honest, you didn't tell me anything. You just said there's trouble going on in the mines. ルロー社といえば大抵はおとなしいんだけど、人が増えれば中には喧嘩好きなやつも出てくる。そしたらそういうやつらは公夫たちと3日に一度やり合って彼らの物資まで奪っていく。まあこれは子供の遊びみたいなものだけど、でも今回は違った。2日前に突然公夫とルロー社の間で大規模な衝突が起きたの。それはひどいありさまだったわ。コークは地下にとっての命綱よ。地髄の供給を保ってこそ地上と物資を引き換えられるんだから。事態を収めようとボスは遅延をコークに駐在させて私に町の治安を任せたの。でも状況はどんどん悪化してる。私も支援に行かないと。I don't think I understand. Can you go over that again? No, I'm good. そうだ、あんた。あんたの処遇はボスに会って決めてもらうからね。いいわ。私もちょうど仮想部を率いる人と会ってみたかった。ふん、いいでしょう。あんたもその目で仮想部の惨状を見届けるといいわ。はい。Off to the mines!Doctor's minds. あれ、お医者さん？ナタまでここにいるなんて、予想以上に事態は厳しいってことね。ナタ、ナタまで来てたのね。ボスは？ゼール、それに散歩のお客さんたち。もうゼーレと知り合ったのね。オレグは見かけなかったわ。コーフたちによると人を連れて奥へ行ったらしいけど。 What are you doing here? コーフとゴロツキの間で激しい衝突が起きて怪我人が出たと聞いたから助けに来たのよ。この人たちはみんなコーフやその家族たちよ。ことを起こした人たちを探しに来たの。
もう少し先へ行けば流浪者たちの拠点なんだけど、今は入り口を封鎖してる。怒りに満ちた甲府に復讐されるのが怖いんでしょうね。どうしてこんなことになったの？第一採掘チームがものすごい広さの地髄鉱脈を発見したんだって。見積もってみたら、この30年間で一番多い埋蔵量だったとか。マジ？そんなでかいニュース全然聞いてないわよ。みんな秘密に従ったからよ。多くの工具が劣化に侵食され、仕事をなくした。このことが公になったら工夫たちに大混乱を引き起こすわ。でも流浪者の目は騙せなかった。このことで採掘チームを揺すろうとしたんだけど、それで工夫たちも我慢の限界が来た。 That's the price for guarding a secret. We should be bumped at those who discovered it.確かにそれが地下のルール。でも流浪者たちが見たものにも所有権があると騒いで、結局激しい衝突が起きてしまったの。ひどい惨劇だったわ。で、君たちがここにいるのは問題の解決を手伝うため？いいや、それが目的ではないわ。ボスに会いたいって言うから私が連れてきただけ。頼み事があるなら手を貸すぐらいできるわよね。うちらがすごい功利主義の人に聞こえる。You came on to help out. Sounds like a fair trade-off. Not interested. I'm not interested in any of this. へえ、それは親切に。私は君たちを心優しい人だと思うの。見ての通り、地下は今厳しい状況だわ。もしよかったら、ここの住民たちを助けてあげてほしい。Relics! We finally get the relics! Which is basically this game's version of equipment. Alright. Remove.Remove. Alright, so... I'll put that on you for the moment. It's not the best, but it's what I got. You can level it up too, but I don't think I have materials? I got that. Wonderful. Yeah. I don't think... Oh, I do. Alright, cool.Crit, and more crit! Sure. Alright. That'll help you out a little bit. The Astral Express family.Found some strange items. Relics. These are relics. Thanks. So, what's a relic? A construct made from a data stream. Many believe they're linked to stellarons and the fragmentum phenomenon. What we refer to as relics are objects corroded by the fragmentum whose data is saved and then reconstructed.Thanks. So, what's a relic? You can consult Herta. She's an expert in relic research. Thanks, guy. You couldn't. you guys are so fucking helpful. What would I ever do without you? Alright.新しく発見された巨大鉱脈、あそこが衝突の中心になったところよね。さあ上がって見てみましょう。
time. Steal your books. 前の人、寝てるのかな？近づいてみましょう。力になれるかもしれないわ。Hey, man. こんなところでよく寝れるね。すっごい。ほら、起きて。お尻にキノコが生えちゃうよ。何？キノコスープ？キノコスープはどこだ？え？ジェールさん？こんなところで寝るなんてありえない。命が惜しくないわけ？さっさと休憩所に避難しなさい。避難？あ、そうだ、どこぞのゴロツキが現れて採掘チームとやり合って、俺すごく眠かったからすぐそいつらに捕まっちゃってさ、遅延が助けてくれなかったら今頃きっと丸裸にされてた。 Then where did Wildfire go? They take your clothes? These ones? 奴らのやることだからな、何でも奪いやがるんだ。遅延がなければ大コークは完全に奴らのものになってただろうな。あれ？そういえば遅延の人は？まさか奥に行って奴らとやり合ってるのかな。どうやらボスはすぐ前のようね。あんたは休憩所に行きな。またチンピラに絡まれないようにね。あ、起こしてくれてありがとう。休憩所に戻ってまた寝るよ。あの子、第一採掘チームのエレインよ。急ぎましょう。怪我をしてるかも。Hey lady, what's up? エレイン、大丈夫？怪我したの？ゼール、ありがとう。大丈夫よ。ちょっとくじいただけ。ちょうどいいところに来てくれたわ。あの流浪者たちにずっとロボットのことを聞かれてたの。本当に知らないのに。Whoa, robots. まだ中の状況を知らないのね。大コークの行動はすでにロボット軍団に占拠されたの。採掘チームも流浪者も近づけないわ。三つ目の勢力、ロボットが現れた。人間同士の戦いってちょっとありきたりだなって思ってたんだよね。ロボットがどこから来たかもわからないのか。最初は採掘機械の故障かと思ったんだけど、あのロボットは採掘チームの資産じゃなかった。どこから湧いてきたのか、急に私たちと流浪者を取り囲んで行動への唯一の道も塞いでしまったの。Maybe someone's playing tricks. きっと採掘チームの人じゃないはず。採掘機1台でもしんどいんだよ。なのに同時にあれほどの数を操作できる？無理な話ね。じゃあ答えは一つね。スバローグ。スバローグ？聞いたことあるような。ファイトクラブで倒したロボットは覚えているか？あ、そうだ、スバローグさんのロボット。スバローグってどんな人なの？説明すると長くなるわ。要するに厄介者よ。まずは他の人を探しましょう。エレイン、自分で休憩所に戻れる？大丈夫よ。ゼーレも皆さんも気をつけてね。人類に敵対するロボット、こんなの初めて。ロボットは何があっても人類の命令に従うんじゃなかったの？このエレベーター壊れたのか？なんで反応しないんだ？もういいって。降りたところでどうするんだよ。ロボットに殺されたいのか？でも、このまま引けば、儲け話はどうなるんだ？バカタレが、コーフたちから奪えばいいじゃねえか。この目で見たぜ、地図を袋に入れるところな。今がチャンスだ。ナイスアイディア。
採掘チームを狙うなんてずうずうしい。片付けが必要みたいね。即戦即決で行こう。はあ、ついてないね。くるくるOh, they're gone. Just subdued. フリになったら尻尾を巻いて逃げ出す。所詮その程度ってわけね。あれ、これなんだろう。さっきの人の落とし物かな。な、何これ。ピピ、使用可能なユーザーを検索。ピピ、声紋を検出。正門の ID 情報を取得。なんとよそ者なのですね。どういう状況、これが喋ってるの。それにうちらがここの人間じゃないって分かってるみたい。この世界の技術ではないだろうな。見ろ、外角にスターピースカンパニーのロゴが入っている。もしかしたらかつて宇宙を旅した人々がここに残した骨董品かもしれない。あなたこそ骨董です。あなたたち全員骨董品です。ビビ、いい、もういいです。よそ者、あなたたちはスターピースカンパニーを知っているのですね。それならいいのです。ビビ、自己紹介。私はホーム用探索機リチャード、バージョン 0.63 専門型デラックスエディション。あだ名はチャーリーです。ホーム用探索機？カンパニーってそんな商品も出してたんだ。ビビ、本機はノウハスキャンモジュールが破損しています。本機をスターピース電機にお持ちいただくと、お約束の保証期間234日以内に無料保証メンテナンスが受けられます。よそ者、スターピース電機に私を持って行って修理に出してください。なんだ、壊れてるんだ。どうする？一緒に持っていく？ My inventory is already maxed out. うちらにそんなシステムないじゃん。 Might need to log out once in a while. 持っていこう。あまり場所は取らないだろうし、本当に壊れていたとしてもゴミ箱ならそこら中にある。ビビ、ゴミ箱はダメです。そうです、何か探し物があるときはチャーリーに声をかければいいのです。Oh boy, we can't activate this stuff until later on, so we're just gonna leave it and ignore it for a good while. Let's move on. こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるりん。 All right.異病を治さず、未病を治すんじゃ。間違え。あ、ルールは破るためにある。くるくる。They're all dead. They're all dead. Every single one of them. あっちが騒がしいね。喧嘩してるみたい。状況を確認しに行こう。Down here. 弱いものばかりを狙う癖して、スバローグの手下どもの前では何一つできないんだね。根性っていうものがありゃしない。ふざけんな！ロボットとやり合ってどうする。お前らこそ善人ぶってこんだけの地髄を独り占めしようとしただけじゃねえか。この鉱山はもともと私たちの縄張りよ。コーフたちが一生懸命働いているとき、あなたたちは何をしてたの？食って寝るしか脳のない豚どもが、人様のものに手出ししようとするなんて、この恥知らず。恥知らず？飢え死に仕掛けてるのに、恥知らずだと？ああ、分かったぜ。俺たちが全員死ねば、食いぶちが減って、さぞ嬉しかろうや。まっ
話にならないわ。まあよかったわね。おかげさまで鉱脈全体がロボットに占領されて、どっちのものでもなくなったじゃないか。ああ、鉱脈は諦めた。だが忘れたか？玉を込めた物が今誰の手にあるのか。何するつもり？警告だよ、遅延が近くに。遅延遅延とうるせんだよ。奴らは今スバローグの手下とやり合ってんだから、お前らをかばってる暇なんかねえぞ。体に穴が開くのが怖かったら持ってる物資を全部出せ。あいつらやるつもりよ。あの甲府たち武器を持っていないはず。おのれ。Stay calm。 そりゃあんたは落ち着いていられるかもしれないけど、あれはみんな私の知り合いよ。私も行く。あいつらの好きにはさせない。おっと、これはまたどちら様で。ここが誰のな、あばりか知らねえのか。おだまり。少なくともあんたたちのじゃないわよ。さ、全員でかかってきな。こっちは急いでるんだから。こんな大きなダイヤモンドあげるね。 And they're gone just like that。 ゼレ、よく来てくれた。もう少しで。ザ子供が。あんたたちが無事で何よりよ。そうだアントニア、ボスを見かけなかった？オレグさん、彼なら人を連れて行動に向かったわ。侵入してきたロボットを駆逐するって言って。もう随分経つわね。遅延がいない隙に乗じてチンピラどもが暴れてるのよ。やはり問題点はスバローグのロボットね。What do those robots want? We need to talk about this boss. スバローグはシルバーメインが離れた後に突然現れ、すぐに仮想部の一部を制覇した。彼は人類の守護者を自称してるわ。主のない全てのロボットは彼の命令に従う。そして炉心を占領して誰も近寄れないようにしている。どうしてこんなことをするのかは誰も知らない。スバローグは滅多に炉心を離れないけど、仮想部のどこかで騒乱が起きれば彼はそこに現れるわ。ロボットを支配する人類の守護者、そんなの聞いたことない。へえ、あんたたち喧騒者も全知全能ではないのね。二人ともいちいち険悪にならないでよ。先に目の前の問題を解決して。コークの行動が危ない状態みたいだけど、中には入れるの？I want to meet Sue Rog and his minions. ええ、放っておくわけにはいかないわ。Sounds like a cool dude or robot. ポンコツなんか怖くないんだから。おお、もしかしてゼーレに実力を認められちゃったり？正直なところ、あんたたちの腕前は悪くない。遅延の者がみんなあんたたちのように戦えたら、スバローグに抑圧されることもないでしょうね。アントニア、採掘チームを入り口まで連れて行ってナターシャと合流できる？問題ないわ。ゼーレたちこそ気をつけて。この先にはロボットがたくさんいるはずだから。Alright. I'll get one of these. Got more another Calyx for credits. You can farm for credits now. We're short on monies. Monies. Monies! この道で間違いない。塞がれているみたいだけど。知ったふうに言わないで。さ、近づいてみるわよ。The trolley in the way. Get this trolley out of my way.完全に塞がれちゃってるね。どうする？この校舎をドカーンってしてみる？待ちなさい。これは採掘チームの資産だから勝手に壊すわけにはいかないわ。直す方向で行きましょう。そう言われてもどうやって直せばいいの？仮想部の人間なら校舎の構造くらい知ってて当然。
私が見てみるわ。本体とシャーシをつなぐプラグと後ろの輪軸ベアリングが壊れてる。きっとスバローグの手下の仕業ね。交換できる部品を探さないと。本当に時間の無駄。良き友人、何か探し物ですか？チャーリーがお手伝いします。これ自分から飛び出してきたんだけど、壊れてるんじゃなかったの？ピピ、ノウハスキャンモジュールは破損していますが、手動入力検索機能は正常に作動しています。どうぞ探している対象物の名前を入力してください。チャーリーなら捜索を手伝うことができます。ふーん、そんなに自信があるならちょっと試してみようか。入力画面は、あった。校舎のプラグ、校舎の輪軸、確認、これでいいの？ピピ、要求を処理中。ピピ、マッチング成功。紛失物品、校舎のプラグの捜索を開始。ピピピピ、類似物品を発見。ホーム用探索機安全使用ガイドに従って捜索を開始してください。Activate the home use object finder to read the direction of the hidden item. That way. いつスターピース電機に行かれますか？チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビッビビッ、類似物品を発見。今回の捜索は終了。どれだね。Fine. この部品はなんとか使えそうね。この探索機なかなかやるじゃない。ビビ、これがチャーリーの実力です。めっちゃ便利じゃん。これからは炭鉱が迷子になってもチャーリーを使えば簡単に探せるんじゃない？現在のところ有機生命体の捜索はサポートしておりません。詳しくはスターピース電機にお問い合わせください。悪くない考えだが、今は残りの部品を探すのが先だ。ビビ、紛失物品校舎の輪軸の捜索を開始。ビビビビ、類似物品を発見。ホーム用探索。 OK, I get it! I don't need the whole explanation spiel. ビビ、医療規約により本機は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。ビビビビ、類似物品を発見。今回の捜索は終了。これで部品は揃ったね。助かったよ、チャーリー。ビビビビ、どういたしまして。スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ビビ、捜索完了。スリープモードに移行します。ホーム用探索機を充電してください。ラッキーだったね。チャーリーがなかったら部品を探すのに半日かかってたかも。それは大げさだと思うけど、確かに便利だったわね。よし、それじゃあ戻って校舎を修理しましょう。ゼーレがやるの？私以外に誰がやるわけ？仮想部の人間は何をするにも自力でやるの。あんたたちも見習いなさい。はい。Shut these away. やった、無事に直せた。なかなかやるじゃない。あんたたち全員温室育ちで力仕事はできないと思ったのに。出発進行。はい。Shut this minecart out of my way. 前の行動はすでにロボットに占領されてるわ。気を抜かないで。待って、研究電子。怖そうなでかいやつがいる。あのタイプ
スバローグの犬で間違いないわ。怖がることないわ。前にもあんなのを倒したことがある。行くわよ。You dealt with them, but you don't offer your assistance with me. 警戒して。Alright. あ、くるくる。うちの出番。はっ。何見てるの？真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。ルールは破るためにある。くるりん。ふっ、直してやろう。よいしょ。わしをいじめるな。私が誰だか知ってる。こんな大きなダイヤモンドあげるね。Fuck your robot. Alright. I didn't realize we were at the right that time. So, shit. When we come back, we will continue on our exploration through this mine. Maybe we'll make this Subarog. And then, we'll see if we can't free the mines from a robot control. So, I hope you enjoyed it, and I will see you then. Later.